こんにちは。100カ国旅したトラベルプランナーの橋本です。今回は西アフリカのベナン、かつてテレビタレントして有名だったアフリカ人タレントのゾマホンの出身地として、もしかしたらご存知の方もいるかもしれません。日本とあまり縁のなさそうなベナンですが、実は多様性と歴史の豊かさから観光地として注目を集めています。かつてはダホメ王国と呼ばれる王国が栄え、ブードゥー教の聖地として崇められている寺院や奴隷貿易の悲惨な歴史を持つ遺構が数多く残されています。未知の国に行ってみたい、日本とは縁のない文化や習慣のある国を訪れてみたい、そんな方にぴったりな旅行先なのです。それではベナンについて4つのパートに分けて紹介します。1、ベナンってこんな国。2、ベナンへの行き方。3、ベナンの観光見どころは。4、ベナンへのツアーは。それでは行ってみましょう。1、ベナンってこんな国。西はトーゴ、北はブルキナファソ、東はナイジェリアに隣接し、南はギニア湾に面しています。この地理的な配置により、ベナンは周辺の国々との交流や影響を受け、多様な文化が混じり合った国として知られています。公用語はフランス語で、これはかつてフランスが宗主国だった歴史的な影響を反映しています。フランス語は行政や教育の分野で使用され、国内外でコミュニケーションに多く利用されています。宗教は主にブードゥー教が広く信仰されています。外国人がベナンに訪れる際には特に気をつける宗教上のタブーはほとんどありませんが、宗教関連の施設に訪れる際の服装には注意が必要です。なるべく露出が少ない服装を心がけ、肌や膝が出るものは避けることが一般的です。これは敬意を表すとともに、地元の習慣や慣習を尊重する姿勢を示すものとされています。ベナンのベストシーズンは一般的に11月から2月とされています。寒気の11月から2月は雨が少なく、気候も穏やかです。観光地の見どころを十分に楽しむことができるでしょう。一方で雨季は屋外の観光が多いベナンにおいては高低に影響を受ける可能性が少なくありません。特に7月と8月は雨が多く、道路や交通機関の運行に支障をきたすこともあります。旅行時期を考慮すれば、ベナンの観光や文化体験を十分に楽しむことができるでしょう。2、ベナンへの行き方。日本からベナンへの最短移動手段はエチオピア航空を利用することでしょう。アディスアベバで乗り継ぎを経て、ベナンのコトヌー国際空港に到着できます。ヨーロッパ発の便ではエールフランスや、北アフリカ発の便ではロイヤルエアモロッコも利用できます。また西アフリカ諸国を巡る際にはアスカイ航空が便利です。アスカイ航空はロメを拠点としており、旧フランス領の国々を結んでいるため、複数の国を訪れる際に最適な航空会社となっています。空路だけではなく陸路でもベナンの周辺国を巡ることが可能です。西にはトーゴ、東にはナイジェリアと国境が近いため、これらの国々を合わせて周遊するには最適な国です。トーゴベナン間の出入国は比較的簡単ですが、ベナンナイジェリア間の移動は注意が必要です。特にナイジェリア側の入国審査官は賄賂を求めることがあります。またシキリアと思わしきチップを求める人たちもおり、これらの対応は困難を伴うことがあります。信頼できる現地ガイドをつけることが安心して移動する上での最良の方法です。なお、ベナンを含む周辺の国々ではビザや黄熱病予防接種が入国の条件とされていますので、これらの準備には余裕を持って取り組むことが重要です。3、ベナンの観光見どころは。ブードゥー教や奴隷制度の負の遺産をはじめ見どころが多いのがベナン。この項目ではベナンの主要観光スポットの4つの中から4つの都市を紹介いたします。1、ヴィダ。ヴィダはブードゥー教の聖地とされている都市で、毎年1月に開催されるブードゥーフェスティバルで大きな盛り上がりを見せることでも知られています。ヴィダにはブードゥー教やそれに関連するスポットが数多く存在します。また奴隷貿易の拠点としても知られており、西アフリカ諸国からアメリカ大陸へ奴隷として送られた人々の悲しい歴史を感じることもできます。ウィダはベナンを訪れる際に必見の都市の一つです。2、コトヌー。ベナンの最大都市であるコトヌーは多様な文化と歴史を抱える魅力的な場所です。特にコトヌーのゴダメ地区では、トーゴ湾に面した海岸線に古い建築物が点在し、奴隷貿易の歴史的な痕跡を感じることができます。またアートや工芸品のマーケットが賑やかで、伝統的なベナンの工芸品やアートに触れることができます。3、ポルトノボ。ポルトノボはベナンの行政の中心地であり、ベナンの首都でもあります。ここではフランスの植民地時代の建築物や政府の建物など歴史的な建造物が見どころとなっています。特にポルトノボの大聖堂や王宮はその歴史的な価値を象徴しています。4、ガンビエ。ガンビエはベナンのトーゴ湾に浮かぶ水上の村。トーゴ湾の中に浮かぶ数多くの杭や板で作られた家屋が特徴であり、水上生活を営む人々のコミュニティが形成されています。ここでは伝統的な船での生活や漁業が日常的に行われ、
水上での暮らしを垣間見ることができます。ちなみにガンビアはアフリカのベネツィアとも称され、水上の道や運河が村全体をつないでいます。カヌーやボートで訪れることが一般的で、村の中を探索しながら地元の人々と触れ合うことができます。伝統的な衣装を身にまとった住民たちやカラフルな市場も見どころの一つです。4、ベナンへのツアーは、ベナンの公用語がフランス語のため、フランスを含むヨーロッパからの旅行者は多いですが、日本からのツアーはまだ一般的ではありません。いくつかの団体ツアーも存在しますが、出発時期や日付、内容などに制約があり、自由度が高いツアーを組むことが難しいという課題があります。望ましいのは個人の要望に応じたプランを提供できる会社です。同時に現地の治安やローカルの習慣に精通したガイドを提供できることも重要です。5スタークラブでは、現地を訪れたことのあるスタッフが旅行のプランニングとアドバイスを提供しますので、安心して旅行を楽しむことができます。ベナンでは信頼性の高いガイドとドライバーがあなたの旅行をサポートします。ガイドの付き添いなしでは難しいような、地元の人々が集まるローカルのレストランでトーゴの名物料理を味わってみてください。そこでの食事はきっと特別な体験となることでしょう。いかがでしたか？今回はアフリカのベナンについて4つのパートに分けてお届けしました。アフリカ旅行をご検討されている方の参考になれば幸いです。この動画の内容は僕のブログでも紹介しています。ブログなど文章で情報収集するタイプの人におすすめです。旅に関する有益な情報や役立つヒントが満載です。概要欄に URL を貼っておきますので、ご興味のある方は覗いてみてください。今回紹介したアフリカのベナンを実際に訪れてみたいあなたは、ぜひ公式 LINE でコンタクトしてみてください。全ての手配をこちらで受けたまります。ディープなアフリカを旅行しようと思ったら、旅慣れした上級者でも移動手段や宿泊先の手配は結構手こずると思います。しかし面倒くさい手配はこちらでパパッと対応してしまいますので、海外旅行に慣れていない初心者の方でも安心してアフリカ旅を満喫できます。ご相談の段階からでもお気軽にコンタクトしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。